久保さん。いや、久保さんのアカウントがバンされても僕のアカウントがあるっていうことは、久保哲郎の動画は僕のアカウントでもう再生されてるってことですよね <laughs>。すごいですね。どのチャンネルにも、僕のチャンネルにも久保哲郎がいるみたいなね。久保哲郎のサブチャンネルにも僕がいるっていうね。一心同体ですね、久保さん <laughs>。ねえも、うもう動画結構アップしてるんですかね、サブチャンでサブチャンで あ、これサブチャンであれじゃないですか。あの、吉谷 vs 久保ジョイントセミナーの動画アップしてくれてますね、これ。懐かしいっすね、これね。これ懐かしいなへー。懐かしいじゃないですか。結構なんかセミナー映像みたいないっぱいあるんですね、このサブチャンね。これあれじゃないですかね、もう久保さん、チャンネル名変えればいいんじゃないですか。 久保哲郎っていう名前、久保哲郎検索するわけじゃないですか。久保哲郎どうしたんだみたいな。久保哲郎のサブチャンにすればいいんじゃないですか。で、その、なんかあの、YouTube のトップの画像あるじゃないですか。それを、あの、あの、トラさんみたいなね。サブチャン、トラ、トラさんみたいなね。トラさんでこんなやつ、あ写真あるじゃないですか。これでいいんじゃないですか。サブチャン。 いやーねー、あのー、最近ね、僕ね、あの、4K の動画でアップロードしているんですよ。あのー、今、来週、来週から販売する商品があって、まあ、そのシリーズは 4K でアップしてるんですけど、ファイル。これね、2日かかるんですアップロードに。最近なんか回線速度めちゃ遅くて、2日っすよ、動画アップロードする時間。ずっと待ってて、もう全然ダメだな、みたいな。 だけど、まうあの、亀のごとい。だから、1時間に、なんか、1時間で1%みたいな。アップロードのあの、パーセンテージあるじゃないですか。あれ、1時間に1%とかなんですよね。くそそうみたいな。それでも 4K でいくっていうね。<laughs> そう。まあ、この動画はちょっと軽いので、でも、これもね、昔はね、数分でアップロードできたんですけど、これ、これめっちゃ軽いんですけど、これもね、30分くらいかかるんですよ。アップロード。なんかね、いきなり回線速度落ちまして。 もう使いすぎですね、間違いなく。まあこれ無料なんで <laughs>、無料で使わせてもらってるんで、まあいいかなとは思うんですけど <laughs>。まあここのね、あの事務所のネット回線は無料ですよ。今、あの無料のね、ネット回線無料ですっていう賃貸物件結構増えてると思うんですけど、無料を使い倒せでいいんじゃないですかね、今回。うん。だからまあ、うん。 どんなにアカウント停止になっても無料だからできるっていうね。例えば復活に、久保さん、復活に1億かかりますりお金払いますよ ?1 億円。まあ、久保さんだったら払うかもしれないですね。どうなんだろう。1億円キャッシュで払えって言ったらどうすか ?YouTube、あのアカウン、あのサ,あのサブチャンやるのに、もう1個やるのに1億円払えって言ったらどうすかタイトル1億円払いにしましょうか <laughs>。ここパンチありますね。1億円払えって言って。どうすか すみません、僕、ちょっと YouTube、すみません、やんないっすね <laughs>。1億円か、みたいな <laughs>。ま、あ確かに1億稼げないことはないけども、ゲンダマで1億キャッシュで持ってかれるのは結構きついっすね、YouTube やるのに。うん。久保さんだったらどう考えるのかな ?1 億円払えって言ったら、サブちゃんやるのに。あなたはペナルティ食らってるので、1億円のね、釈放料みたいだね <laughs>。保釈金1億円ですみたいな。 どうすか払います僕は違う模索しますね、うん。ちょっとそれだったら。なもう本当ね、無料なんで、まあ本当に僕はもう何度も言いますし、これからも言い続けますけども、無料でね、いくらでもできるわけですよ。だから、これ使い倒せばいいと思うんですよね。本当に。うーん。みんなもなんかもったいないなぁと思うんですよね。 昔ね、こんなの無料で使う、だから本当にね、僕15年前の話すると、1個の動画アップロードするのに、自分でサーバーか、自分の会社のサーバーの中に、フラッシュでね、フラッシュっていう、まあ今、Adobe がフラッシュも、あの提供停止しましたけども、フラッシュプレイヤーみたいな感じで、ちょっと軽くして、ファイルね、何メガぐらいの軽くして、フラッシュプレイヤーで再生するように、動画を見せないといけなかったんですよ。だからセミナー映像とかもね。 そうなんですよ。これめっちゃ大変でしたからね。そう。今どうですかね。YouTube のサーバーが落ちるってほぼなくないですか。うん、だからすごいですよね。これ無料なんで。うん、ありがたいなと思いますけどね。本当に。はい。ということで、いってらっしゃい。